こんばんは。本日のですね、世田谷テレビ、テーマはですね、市区世界文化遺産登録としの、富士山としまして、あなたのですね、身近にある富士山と題しまして、皆さんの周りにあるですね、身近な、富士山を、紹介していこうと思っております。で、今日、お送りするのは私高橋と、本日はアシスタントの田中です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。富士山おめでとうございます。おめでとうございます。で、今日はどちらかというと、富士山の 本物でなくてですね、脇から見た感じの富士山をいろいろ紹介していけばなと。サブカルに切れればなって感じですよね。そうですね。ちょっと、せっかくこの機会に応じてですね、ちょっとやればなと思ってます。切っていきましょう。はい。まずですね、富士山ってやっぱり山梨県、静岡県にあると思うんですけども、実は関東にですね、富士山っていうのは関東近辺いっぱいありましてですね、富士塚っていうですね、富士山に似たようなものが、関東にたくさんあります。例えばですね、これなんですけども、本当になんか岩の山みたいな感じに見えますけども、これはですね、富士塚といいまして、富士山をですね、かたどって、これを信仰の形にしたものっていう、そういったものになってます。本当にビルの谷間に、あるような形でですね、昔はやっぱり神社の隙間とかにあった、そうですね、ものですから、はい、今ちょっと立っちゃって味気が薄くなってますけどそうですね、やっぱり昔から富士山っていうのは、パワーがあるとされてですね、登ると御利益がありますよってなってるんですけども、なかなかやっぱり江戸時代とかそういった時には富士山には簡単に登れるものじゃなくてですね、その時、もちろんやっぱり富士山って女人禁制だったりとかしましたし、その時にやっぱり近くにあって、本当に簡単に登れるようなお山って形で、女性の方ですとかお年寄りとか子どももですね、富士山に登ってご利益を得ようという、そういった、ものがあって、こういったものが江戸にいっぱい作られたっていう形になってます。山岳信仰の形の表れですもんね。そうですね、はい。そういった形でやっぱりこういったものをやっぱりみんなでですね、お金を出し合って、作ったものとか、そういったものが本当に多くてですね、大体こういったのが本当に江戸にですね、東京23区に30基ですね、関東でも300基くらいあったとされていてですね、今だいぶその移築ですとか、あと震災ですとか、宅地の、あれとかでですね、結構なくなったりとかしててですね、今でも登れるお山がいくつかあって、実はこの前7月1日にですね、富士山の山開きがあったと思うんですけども、あの時にだけ登れる富士塚っていうのがいくつかありましたので、ちょっとこれ行ってきたので、報告したいと思ってます。はい。で、まずこれもうそのもこれなんですけども、これ鉄砲図富士、鉄砲図の、富士でして、本当にマンションの、一角にある形なんですけども、7月1日だけ公開されているっていうものになってます。これ田中さんと一緒に、ね、ここだけ一緒に登らせていただいたんですけど、はい、はい、そうですね、あります。で、基本的に、お参り、神さんによるですね、ものが行われて、その後、実際こうやって登れるんですけども、もうみんな続々とですね、こういった連なって山々に登っていく形になってます。今年7月1日平日だったのに結構人いましたよね。そうですね、10人待ちぐらいしましたもんね、はい。自分も休み取って行ったんですけども、なんかこう、マニアな人だったですよね。本当にね、近所の人ももちろんいると思うんですけどね、なかなか玄人揃いだったと思いますよ、はい、見てた感じだと。で、結構登るとですね、何メートルくらいいますかね、これね、結構10メートル、3回分くらいあるから、12、3メートルあるのかな、ありますかね、結構急で、結構、お子さんとかはちょっと危ないかなと思った形ではありましたけど、ここに田中さんがいますけども、本当に今上から撮ってもちょっと怖いように見える、この時僕も付き合ったんでここに高橋さんが登頂してるのがあるんですけど、ちょっと見づらいかな。見づらいですね。ちょっと一応富士山、高橋さん登ったことないですよね。ないんですよ。本当のはね。本当のなくて、実はそうですね、自分も富士塚って結構5年くらい前にちょっと興味持って、実は全部回ろうかなと思って回ったんですけども、なかなかちょっと写真に収まりも良くなかったりとかして、見てこなくて一時期やめてたんですよね。でもこういった文化遺産登録されたってことで、ちょっと改めてもっと行ってみようかなと思って今回やったんですけども、乗った感じがいいですよね。そうですね、やっぱり自分で体験するっていうのは結構やっぱ面白いかなっていう形ですね。
あとはですね、これはあの下屋の小野照崎神社ですね。そこの、まあ、富士塚なんですけども、ここ結構にぎわってまして、6月30日と7月1日ですかね、その日に今実は開くんですけども、まあ、重要民族文化財、国のですね、になってまして、ここも本当にすごい立派な富士塚でした。こちらはあれですもんね、小野の高橋が祀られてるんですよ、ね、はいはい、なんか渥美清さんが、うん、なんかここにお願いして、あの芸がなんか授かったり、なんかそういったのもなんかあるみたいなんですよね。芸事、まあ、もそうなのかもしれない、ね、うん、芸事の神様みたいになってるみたいですよ、うん、で本当にここもです、すんごいここは10列、なんかすごい列が並んでてですね、私も、まあ、オープンが10時だったんですけども、並んだんですけども、本当に50メートルくらい列が並んだっていう形で、でゲートが開いた瞬間ですね、みんなわーって登っていって、このつづら折りんごって登っていくんですよ。でほんと渋滞してて、みんな写真撮りながらなんで、すごい混雑してて結構危険な感じでした。これ毎年なんですかね。毎年です、6月30日混み具合ってのは。今年って富士山混んだじゃないですか。そうなんです入山日に。だから富士山に行けなかった人はこっち来てるかもしれない。でも結構マニアックな話ですよね。まあそうですね。そっち側を攻めようと思わないですもんね。でもやっぱり登ったによって、やっぱり富士山に登ったと同じご利益を得られるっていう、まあこの人たちもやっぱり、ね、みんなおっしゃってましたんで、まあそういう意味でやっぱりそういうのはあるのかなというのはありますね。あとやっぱりこういった石っていうのはやっぱり富士山から持ってきた溶岩石なんですよね。ですよね。うん、なんで元のものを積んだってよく言いますもんね。そうですね。それでやっぱり富士塚っていうのは富士山の特徴を持ってまして、やっぱり洞窟とか烏帽子岩とか、なんかそういった富士山に由来するものというのはうまく配置されている、本当に富士山のミニチュア版みたいな感じで ある形です ね。富士塚によってはちゃんと意気込めとか刻んであるとかありますもんね。そう品川がそうですよね。そうです品川は10まで刻んであって、そうあそこはいつでも登れる富士山ですよね。あとは、まあ同じような形だと思うんですけども、池袋のですね、池袋富士ですね。これちょっとまあ、すごい、ここも7月1日だけですかね、開けてる富士山塚なんですけども、ここももうお付きの人が必ずいてですね、まあ、大丈夫か安全確認しながら登っているっていうようなものでした。本当に立体的に見せると、まあ、こういうちょっと分かりづらいと思うんですけど、伝わるかどうか伝わらないと思うんですけど、やっぱりね、登ってみないと分からないので、まあ、皆さんぜひですね、まあ、7月1日とは言いませんけども、まあ、いつでも登れる富士塚っていうのがですね、実はまあ、大きいものだとあそこ千駄ヶ谷の鳩森八幡神社ですね。まあこれか、準備してましたね。そこもすごい急だったんですけど、震災でね、ずいぶん崩れて、で、まあ、修復も終わって今はもう開放されてましたね、はい、でまあこういった形でまあ、ちょっと盛りきなくなってますけども、ここは登れます、いつでも登れます。であとまあ登頂記念として、まあ、こういった御朱印もですねいただけるようなので、まあ、ぜひこれは普段から登れる、今ちょうど御朱印は流行ってますもんね。まあ、そうですね。なんか姉ちゃんとかに御朱印が載ってる、結構びっくりしたんですけど。あ、そうなんですか。絶対御朱印はやってないぞと思いながら。まあそういった、まあ、こういうのレア感があっていいですよね、その日だけっていうのは、うん、そうですね。本当に富士山開きの御朱印もございまして、まあ、こういうような御朱印っていうのもちょっとまあ反抗だったりとかするんですけども、まあこういったものも一応ございますので、まあ、ぜひ機会があればという形になります。はい、富士塚、まず富士塚っていう形で一つやらせてもらいました。であとですね、次に、まあ、やっぱ富士山って言って思い浮かべるのって何でしょうね。私が、まあ、持ってきたのは一応今回は、まあ、銭湯ですね。やっぱ富士、銭湯を持ってきました。でやっぱり銭湯って浴場の後ろにですね、ペンキ画としてですね、富士山が描かれることって結構多いと思うんですけども、実は今やっぱりなかなかメンテナンスがやっぱ大変なんですってね、ペンキ絵っていうのは。やっぱり湯気とかああいったもので悪くなってきたって、まあ、何年かに1回かは書きかなきゃなんですけども、そのやっぱメンテナンス費っていうのは結構大変みたいで、結構タイルになってるところが多いって聞いてるんですよ。タイル多いですね。で先日ですね、ちょっとまあ友人の方が企画した部分で、銭湯のですねペンキ絵を、まあ、書き換える、まあ、この塗り替えのですね、塗り替えの、ちょっとイベントをちょっと行ってきました。今ですね、日本に3名しかいらっしゃらないですね、ペンキ絵師はですね。その方 の、 まあ、実際イベントに行ってきまして、もうすごいもう大盛況ですね。全然もう作業場を見れないくらい の、 大盛況でして、まあ、実際このペンキ絵をですね、本当に、まあ、塗っていくのを皆さんで、まあ、見守りながら完成を待つっていうような、そういったようなイベントで、すごい楽しいイベントでした。はい、本当に営業してる
そうですね、はい、営業してて、この日はお休みだったんですけども、あのそこでありましたね。ペンケイの銭湯っていうのは塗り替え日が結構ありまして、そういうの情報を取れれば、まあ、こういう見学会じゃなくて開いてる時に行って、そうですね、あのシャッター叩いて、すみません見せてもらえますかっていうのを結構やれるもんなんですけど、はい、まあ、迷惑にならない程度にやらせていただいてます ね、はい、皆さん今回はそうですね、まあ、一応完成がこういった形でして、まあ、ここに富士山がドーンと、まあ、入ってまして、まあ、ここに、まあ、ちょっと実は富士山の溶岩石を積んだような富士塚のようなです、ね、ものがあったんで、すごいなんか今日もマッチするなと思って持ってきたんですけども、これは男風呂側ですか。こっち男風呂なんですよ。でこの後に、まあ、男風呂と女風呂って交互、まあ、順番に作業していくんですけども、今回は男風呂にここに、まあ、今回滝を入れたらしいんですよね、はい、ここ海だったらしいんですよ、もともとは滝を入れたらしいんですけども、静岡県山梨側かなです、ね、富士市側ですね。で女風呂の方にはですね、うん、ちょっと、まあ、あの銭湯側からのリクエストとして、まあ、今日から持ってないんですけども、イルカをですね描いたんですよね。ちょっとファンタジーな感じでちょっと可愛らしいものなんですけども、まあ、描いたと聞いてます。でここで今回制作したのはですね、あの中島盛雄さんっていう方で、結構まあ以前も私別の銭湯であの見学をしたことあるんですけども、結構挑戦する方らしくてですね、その時あのゲートブリッジをですね描いたっていうあの壁画で、はい、これはどちらですか。これはですね、どうだったかな、両国の方の銭湯ですね、はい、そこでやった時にやって、こっちにはあの女風呂の方にはスカイツリーがあって、男の方にちょっと、まあ、他にないものっていうリクエストがあったみたいで、まあ、ゲートブリッジを描いて、まあ、かなりあの苦労されてましたね。なんかこの線とかもやっぱりなんかマスキングしながら使ったりとかされてですね、本当にこういった、まあ、銭湯 の、 そのペンキ屋の公開施策っていう貴重な機関とか機会がありますので、まあ、こういったものもいろいろ情報発信されてますので、まあ、ぜひ興味ありましたらですね。ただし銭湯のペンキ屋ってなかなか撮れないですよ、写真ではね。この撮れるチャンスが本当ないので、あの銭湯でまずカメラを使うっていうのがダメな行為なの で、 ですよ、ね、本当羨ましいというか、はい、レアな行為だと思いますね。はい、まだ、はい、はい、銭湯で。じゃあちょっと銭湯ということで、私の方でちょっと写真がないんですけど、ちょっと文字の方で、すみません失礼します。東京に住んでる人でこの銭湯だけは行っとけって銭湯をちょっと3個だけ挙げさせていただこうと思います。3つとも一応富士山の、絵があるところでやらせていただきました。まず千住の曙湯、これあれですね、東京キングオブ銭湯ですね。あの何がいいというのはわからないと思うんですけど、皆さんには建物がまずいい、うん、で富士山の絵がある、もうこれだけだいぶポイント高いんですけど、で次が燕湯ですね。これあの御徒町にあるんですけど、よく神田燕湯って呼ばれてますね、うん、こちらはこの前制作ありましたよね。あで多分行かれてる方もいると思うんですけど、今富士山の絵になっていて、であと岩風呂、さっき紹介してもらったみたいな岩風呂になってて、うん、もう東京にいながら富士山をバックに岩風呂で風呂に入れる、もうこれだけで十分だなと。でもう一個これ蛇骨湯ですね、浅草にあるですね。ここは多分東京の中だと湯温が抜群に高いです。そうですね、45度弱出してくるんで、あのよく言うんですけど、僕はあのお湯がケツに噛みついてくるとでこちらもこう3つともちゃんと富士山のとこなので、あの富士山を見ながらお風呂入ろうと思って、東京にいるんだったらここかなと思って、ちょっとこの3つを出させていただきました。ちょっと行けたら皆さん行ってみてください、お願いします。はい、はい、あですね、あと一応これマニアックな情報なんですけど、あれですね、銭湯の富士山発祥の地ってのがあるんですよね、水道橋に。あ昔あの水道橋にあった機械湯っていうお風呂屋さんが大正元年に富士山の絵を描いて、そこから始まって富士山の絵が流行ったっていうのが末広がりになってることで、お客さんを呼べると、そういうこともかかってますよ ね、 あとやっぱり、まあ、どんどんやっぱりそのね、宅地化とかで進んで、やっぱり昔ほどあの富士山が見えなくなってしまったっていう、なんかそのノスタルジーもあるのかなっていうのをちょっと思ってたんですね。まあなおさらそうですよね。そうですよね、なんか見えないからこそ見たくなるみたいな、うん、ですよね。まあ、それにまあ今続くんですけども、はい、次ですね、持ってきたネタとしては富士見坂ですね。実はあの東京都内、まあ、江戸にはですね、まあ、名前のついた坂っていうのは600くらいあるんですけども、その中でですね、実際あの富士見坂って名前ついてるのが、まあ、30くらいあるんですかね、それくらい、うん、そうですね、あるんですけども、うん、実際のそこから富士山が、昔はですね、もちろん富士山が見えるから富士見坂って言ってたんですけども、
まあ、その中で今実際富士山が見える坂っていうのは一応2つとされてます。一つがあの五穀寺のどこの坂らしくて、もう一つがあと西日暮里のですね富士見坂になってます。で、まあ、今回ちょっと今回このネタがあったのでもう一回再訪してみてですね、富士見坂どうなってるかなっていうのを今見てきました。はい、まあ、こういった感じで富士見坂っていうのも看板が出てですね、三日にもまあもう見れますよっていう感じにしてます。で、まあ、こういった形だと、まあ、都内の富士見百景って形でですね、もう富士山がよく見れるところですよっていうアピールもされてます。本当にこういったですね、あの街灯もですね、富士山を模したものですとか、本当にあのこういう道の表示もですね、富士山をタイルで配置したようなものとか、そういったものもね、いろいろございまして、まあ、本当に富士山の、まあ、展望できるところなのかなと思って、まあ、行ったんですけども、実はですね、今あの、まあ、ビフォーアフターで見せますけども、前はですね、まあ、こういった形でですね、まあ、坂の下にですね、坂の下にですね、ここにまあ富士山が望めたらしいんですけども、今はですね、実はマンションの建設が始まってまして、ここにですね、分かりづらいかもしれないですけども、マンションが建ってまして、もともと富士山が見えるところがですね、ちょっと見えなくなってしまってたっていう悲しい現実をちょっと見てしまいました。これはね、1年ぐらい前ニュースになりましたもんね。そうですね。あのマンション建てる建てないで。そうそうそう。うん、もうせっかくここからね、富士山が覗いてたのに、そこが見えなくなっちゃったんで、ついにその日暮里、西日暮里のですね、富士見坂も富士山が望めなくなってしまったっていう、まあ、そういった悲しいニュースかなと思うんですけども、本当にまあちょっとのあの現地にですね、あの実はあの富士山が望めてた頃の写真があったので撮らせてもらったんですけど、本当にここにちらっとですね、富士山が見れるような形、そういうのもありましたんで、ちょっとこう寂しいニュースではあるんですけども、まあ、こういったあの、まあ、そうですね、これから富士見坂が増えることはないですからね。ないですからね。絶対に、ね。まあ、新しくまあ呼ばれるところ、まあ、例えばあの今あの、ニコタマのホームとかから、冬だと入れる時に見れたり、きれいに見えたりとかしますので、まあ、あそこもね、富士山のいいスポットかなっていうのがあったりとかしますし、うん、見えるポイントっていうだけで、うん、都内で探せば、まあ、100軒あるぐらいなんで、まあ、そうですね、もっともっといっぱいあります、うん、ただし富士見坂がちょっと今回は脱落してしまったっていう形になってますね、うん、はい、はい、で続いてなんですけども、やっぱりちょっとまあ私たち出てせっかくできたんで、まあ、マンホールネタを出さないとなって、まあ、前回もちらっとやらせてもらったんですけども、富士山のですねマンホールっていうのはやっぱりいくつかございまして、まあ、これはあの実際その富士市のマンホールですね、まあ、そのカラフルな感じで、あのこれねいつも撮りに行って思うんですけど、なんかあれですよね、なんでピンクなんだろうってのと か, なんかこれ下行きの波なんですよね。そうですよね、波ですよね、うん、ちょっとなんか不思議なそう、ね、やっぱ富士あのやっぱ静岡ですとか、うん、あの山梨っていうのは富士山のマンホールが多い。そうですね、多いですよね。もう東海道沿いで歩いてるとマンホール、うん、大体富士山だし、はいはい、ですよね。ですよね。でやっぱあと富士市っていうと、まあ、ちょっと前もご紹介してるんですけど、すごいみんな好きな歌なんで、一応かぐや姫ですね。かぐや姫のマンホールは有名どころでして、ちょっと私も今回かぐや姫のマンホールを持ってきてしまったんですけど、マンホールに関係なく、もともとやっぱりかぐや姫っていうのは富士山と深いつながりがあって、ね、そうですね、東海道線の吉原って駅からですね、岳南鉄道っていうのが出てるんですけど、そちらに比奈って駅がありまして、そちらの姫っていうのがなまったと言われてる駅でして、でこちらのマンホールの蓋も比奈駅のすぐ近くで取れるんですよね。でこの比奈駅の姫って理由が、かぐや姫が伝説では月に帰ったことになってるんですけど、この富士市では富士山に帰ったと言われてるんですよね。でそういう理由からひなってなっておりまして、うん、すぐ近くに竹取公園ってのがあるんですけど、うん、こちらであの竹取の翁が竹からかぐや姫を発見したと、うん、であまりの美しさのために帝から王様が来て結婚を申し込んだけどダメだったみたいな、こういう伝説が富士市には残っていて、こういう風に富士山とかぐや姫っていうのがネタになってるんですよね。はい、まあ、ちょっとこちら意味が分かんない人だとかぐや姫と富士山が伝わらないと思うんでね、そちらだけ説明しておきたいなと思いまして。そうですよね、本当にいい蓋ですよ。でもね、なんかね、うん、これはもうね有名な蓋ですもんね、うん、あとは、まあ、やっぱり山梨側から言うと富士吉田のですね、富士さんですね、うん、いやですね、
富士吉田もいい蓋ですよね。これもなんかちょっとね、色的の配置的にもすごいなんか斬新な感じで、富士吉田ですね。ちょっと富士吉田のことについてもちょっと一度入れようかなと僕思って持ってきたものがありまして、富士吉田ってのが今富士急の富士山駅が富士吉田になるんですけど、これも2011年7月1日に話題になった駅なんですけど、開山記念日に駅名を富士吉田から富士山駅に変えた駅ですね。こう静岡県が黙ってねえぞって言うんですよね。そうですよね。これね、富士山近い駅が静岡側にないんですよね。一番近くて南御殿場なんで、御殿場の隣になって変えようがないんですよね。はいはい、で、まあ、とりあえず富士吉田は権利を取ったなって僕は思ってるんですけど、で富士吉田に向かう電車ってのが富士山特急2000号なんですけど、まあ、こちら鉄オタじゃなくても詳しい人は知ってるんじゃないかなと思うんですけど、ちょっとここだけで分かりにくいんですけど、こう電車に全部富士山の絵が描かれてるんですね。そうですね、ちょっとポップな感じで、ね、そうすごいやたらポップ でこれ、まあ、富士山に一番近い駅っていうのが富士吉田と河口湖なんですよね。ありますね。でこれが走ってるっていうのがちょっと有名になっておりまして、山岳鉄道としてはね、マッターホルン鉄道とかと新米鉄道で頑張ってますね。ちょっとここら辺だけ説明したいな。富士吉田のマンホール見るために行く電車ですからね。そうですね、うん、絶対乗らざるを得ない、ね、はい。まあ、続いて、まあ、富士山が出てる、まあ、焼津ですね。焼津、まあ、踊るカツオ、踊りカツオと富士山の配置っていう部分で結構デザイン的にもすごいなんかね、可愛らしいようなデザイン。これね、あれなんですよね、富士吉田と比べてもらうと分かると思うんですけど、形が違う、やっぱりなんて形もそうなんですけどね、やっぱり海を使えるのが静岡県側なんですよね。まあそうね、そう、山梨側はどうしても使えないんで、まあ、今回日本こういうダイナミックなのが出しやすくていいですよね。そうね、やっぱりそうなんですよね。はい、で、あとは、まあ、あとはですね、まあ、こういった感じで静岡とか 山梨や富士山の入ったマンホールが多いっていう風になってますけども、ちょっと面白いのがこちらですね、小平のマンホールにですね、実は富士山が載ってるっていうのがよく面白いなポイントだなと思って。多摩地区というか西東京地区ですもんね。そうですね、小平って なぜかちょっとこっそり富士山が載ってるよっていう、やっぱりその景観のまあ一つなのかなと思うんですけども、結構やっぱりその、ね、富士山が見えるマンションとかそういった部分の売りがあるのかなとかっていうのを考えたんですけど、一応由来をちょっと調べてみたんですけど分からなかったですね。いつの時代なのかですよね、うん。まあ、ただ本当に小平のまあ地域、まあ、そのね風景をまあ写し込んだら、まあたまたま富士山が入ったのかなっていうところだと思うんですけども、本当にこういったまあ身近なところには富士山が入っているっていうところは一つのなんか、まあ、日本人は本当富士山が好きなんだなっていうところが一応分かるかなって、うん、マンホールにも伝わってきますもんね。そうなんですよね、うん。はい、本当にこういった形でですね、まあ、今日はまあ、簡単であるんですけども身近な富士山っていうのをいくつか、まあ、取り上げてきたんですけども、なんかやっぱり今富士山が文化遺産って形で富士山の本物の方に目が行きがちで、みんな一生懸命登ったりとかしてますけども、まあ、そうじゃなくて、まあ、登るのも本当に大事だと思うんですけども、周りから見てですね、まあ、景色を楽しんでいたりとか、まあ、そういった歴史とか文化を、やっぱり文化遺産なんで文化を楽しむっていうのも面白いのかなっていうところをが一つの、まあ、今回の言いたかったところではあるんですけども、はい、そうですね、まあ、富士塚から始まり、はい、ですね、はい、いいですか、そこで紹介しないでいいですか。あ、そっか、ちょっと一応持ってきたんですけど、これですね、ここ置けるんだ、置けないかこれ富士山の山開きでですね、駒込富士で毎年、まあ、売ってるその麦落雁、麦で落雁なんですけど、麦で作った落雁なんですけども、これがやっぱ縁起物としてやっぱ売ってるっていうのがあって、まあちょっとネタで買ったんですけども、ちょっと食べきれなくてですね、ちょっと今日持ってきたのであとで皆さんに食べてもらおうかなと思って、うん、賞味期限がね、賞味期限大丈夫でしょ、これ打ち出したからね、うん、大丈夫ですね。まあこういったものもありまして、こういうやっぱ1日詣とかで買えるお菓子って、ね、うん、お伊勢様にもあるし、そうですよね、やっぱ縁起物として昔から残ってるっていうのが多くて、あと今日持ってきてないんですけど、そのね、麦わら蛇っていうさ、麦わらで作った蛇のみたいな、そういった縁起物ですね、それもあって、それも買ったんですけども、家に飾ってますけども、まあそういったものとか、やっぱりそういったものってなかなかね、職人さんも結構残ってないみたいで、本当にまあ結構今回行ったところで十条と駒込では
出てたんですけども他では出てなかったですね、やっぱり、はい、職員さんがいないって言ってました。まあ、1日の富士開きの話ちょっとしちゃうとあれですね、やっぱ富士開きの日でお富士山っていうイベントになってて、授業なんかはもう中学生高校生が浴衣着て遊びに来てますもんね、夜とか。なんか自分も、はいはい、学生の頃飲みに行ったなとかって覚えてたりとか、やっぱ何ですか、でもみんな富士塚に登らないとか。そうですね、やっぱちょっと知られてないんですよね。十条はですね、でもあそこって結構もうあの横のその数箇所参道はもうなくてですね、もう直線でもうあの参道、階段の参道が作られてるんでちょっと分かりづらいですよね、うん、横にまあ石碑があったりとかするんですけども、まあ、そういったお祭りも残ってると。興味を持ってもらえるとね、そうですね、まあ、ぜひ、まああのまあ、富士山に登りたいと思ったらまずご近所の富士塚を目指していただければなっていうところです。はい、はい、はい、じゃあ今日はこういうところで、はい、締めさせていただきますかね。はい、じゃあまたこれからもですね、またあの私たち今出演すると思うんですけども、またよろしくお願いします。じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。